さて、麦製チャレンジモードチャレンジ。なんだ？チャレンジが2個来たな。まあ、いいか。うん。じゃあ、麦製チャレンジ、やっていきましょうか。でも今回、11222か？あー、まあまあまあ。フロア数は少ないからサクッとできそうだね。よし、やっていこう。今回は全ピクミン5種類ずつか。時間制限どうだろう。あとは出る敵にもよるか。そしたら、あー、なるほどね。そういうことか。ピクミンで、運ばないとダメなんだ。あー、負けてる。そんなんあるんだ。おっと、おっと、ちょっと難しいんじゃないかって思ってきたぞ。オッケーオッケー。そしたらまたパンもどきが引っ張ってくれるから、このハムを一緒に引っ張ってあげると。あ、これ余裕だね。なんだいなんだい。最初のちょっと驚きがあったけど、もうそれさえ突破しちゃえばって感じだね。よーし。じゃあ、あとは紫で1個、紫で1個、白。こら、なんで毎回お前って子は挟まってくるのがね。本当はもっと上手い方法があるんだろうけど、まあまあクリアが目標ですからね。よーし、じゃあ帰りましょう。いや、拍子抜けだな。前回の1列が結構だったからね。コレクタールームだとか、象の足じゃねえや、大足の洞窟か。それに比べたら、本当になんか朝飯前だね。よし、次。3色試験場。黄色、白、紫か。ん？あー、でも毒があったりね。オッケー。じゃあ、一旦、呼び出して、呼び出して、あのさ、おい、わかった、お前だけは殺す。このゲームクリアできなかったとしても、お前だけは絶対に殺してやる。決めた。あー、もううざったいね。吹き飛ば、くそ、吹き飛ばされた先で、エレキ虫にかばう子たちもいるし、もう、ダメだ。諦めよう。なんなんだよ、あいつは。だから、出だし等はダメだって言ったの？本当にさ。まったく。はじめまして、大砲バコンじゃないんですよ。ふざけるんじゃないよ。ちょっとアンチ作らないとダメだな。とりあえずは、エレキ虫が邪魔なんですよね。毒もそうだけど、エレキ虫もそうだけど、あ、待った。ちょっと待ってね。白で毒を壊して、第一のエキスを回収する。そっから始めよう。オッケー。よし、じゃあ、紫と一旦ここかな。黄色どうすっかな。タマコキンはまあ黄色でうまくやりゃなんとでもなると思うから。よし、卵は黄色ピクミンに残していこうかな。よいしょ。怖いんだよな、タマコキンがどこを向いてるか分かってないから。一人を、スナイパーのように一人当てやがった。マジでふざけんなよ。いや、激苦がね、届くのかな？届かないよね、タマポキンの場所には。じゃあ、黄色で先にタマポキン倒しちゃう？まあ、それができれば一番楽っちゃ楽だよね。よし、ちょっと作戦変更。じゃあ、まず卵割っちゃって。
あー待った、お前らだけで飲むな。黄色ピクミンだけに飲ませたかったんだけどな。まあいいか、しゃあなし、しゃあなし。よし、まず卵菌をなんとかしよう。あれさえなんとかしてしまえば。ああそうか、激辛あるんだから激辛使った卵菌と相手しようぜ。これぐらいか。あさあ一匹。フェイスカバーマジで外してくんねえかな。サンバイザー、大阪のおばちゃんがつけてるようなサンバイザーつけやがってよ、本当に腹立たしい。じゃあまた激辛で卵菌やっていこう。よし逃げるよ、逃げるぞ一旦。いけい、こらーこらー、戦ってんじゃないよ、おいで。もう一匹やられてる。一旦こっち側で卵吐かせて裏側に回る。で回る、壁壁壁壁壁、一旦撃たせる、ここで撃たせる、避ける、ちょうどいい距離を保ちつつ投げる、避ける、ぐるぐるっと回って背中側で撃たせる、で距離保ちつつ狙う。あぶねー、読んどいてよかった。ふえーになっちゃった。よーし終わったー。さあさあさあ、卵菌を運べ。よしよしよし、卵菌倒し終わったらあとはもう余裕のよっちゃん以下ですよ。いいぞいいぞ、運べ運べー。じゃああとはオリマー君たちに任しちゃいましょう。オリマー君じゃない、ルイ君たちに任しちゃいましょう。ほい、もうどこ向かってんの、エリキムシ。こいつ腹立つわー、腹立つノリ。あーあー、遠くに行きすぎだった、ほんとにバカ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 、なんでそんな遠くに行くの。あーびっくりした、やっとここまでやってきたんだから、もう勘弁してくださいよ。なんでそんな紫じゃねえや、エリキムシ固まってんの。あぶねえ、やめてー、殺さないで。ほんとここで白混ざってくるとマジで殺意しかわかんねえな。おいで、やめてー、電気出さないで。あーよかった、よしよしよし、一匹だったらこいつはプラスしか出せないから、プラスマイナス並ぶことでやっと電気流せるんだから。あーん、あーやめて、もう宝物で逃げられないんだからさ。よし、オッケー。さて、あとは毒を壊しちゃって。よーし。さて、黄色くんたち、君たちの出番ですよ。お宝拾っていこう。よーし、コインを運び終わった。完結戦も大丈夫。最後、この木彫りの熊で終わりじゃない？どうだ？いや、まだあるな。まだあるな。音が鳴らなかったぞ。あれ？お宝。あれ？いや、埋まってるわけじゃなさそうだな。あれ？俺が聞き逃した？やべ、10秒じゃん。あったー！なんだいなんだい、急げ急げ。5、4、3、もうなんでだーい。1、もうちょい頑張れ頑張れ。0、くっそー、なんでだ。はあ、ダメだ、花が開かねえ。あーマジか。よし、
いやー、せっかくタマコキン倒したって、埋まってもいるの？マジかよ。いや、マジかよ。いや、でもタマコキンを最初に倒すっていうのはいい作戦だね。ここにはないのね、オッケー。じゃあ、タマコキン倒すために、まず黄色ピクミン30で。もう激辛使って、後ろ側で弾を撃たせると。で、背中向かせて、おいで、おいで、逃げるよ、一旦。いやー、しびれたー。よし、無犠牲でなんとか、しびれたりもしたけど、私はなんとか元気です。よし、どう？わーし、やったー、しびれたけど倒したぞー。よし、じゃああとは君たちのお仕事ですよ。今度はよし、一体ずつ確実に仕留めていけ。迅速に丁寧に仕事をする、それがプロですよ。確実に一人一人虫けらのように潰していけ。時間をたっぷりあるんだ、タイムアタックじゃないんだこのゲームは。弱者を蹂躙してお宝を散奪していく、そんなゲームだよピクミン2っていうのは。わかるかな。前回の反省を生かして掘れるところは先に掘っといたから、あーよかったー。うん、時間も早くなってるね。さっきは30秒ぐらいでクリアって感じだったけど、今回は40秒ぐらいかな。よし、じゃあお宝の音どうだ。お宝、よーし、ゲージが縮む音聞こえたね。よし帰ろう。いやー、まあタマコキン、高台のタマコキン出た時はびっくりしたけど、そうだね、後回しにせずに先に一番大きい荷物を崩しちゃう、それも一つの策だね。よーし、ノーミスクリアの3色試験場。オッケー。次は、炎と水の試験場。